では中日ドラゴンズ大好き芸人の猪島全治6ヶ月です。よろしくお願いします。今日はですね、2024年中日ドラゴンズドラフト会議で、高校生は何人指名した方がいいのか、この話をねしていこうと思います。やっぱね、高校生の選手ってね、まあ評価がちょっと難しいって思いません？まあ素材的にはね一流で、まあ、プロの球団に入って、まあ、そこからねもうむちゃくちゃ能力が伸びる選手もいればですね、まあ、怪我とかあとはフォームを崩したりしてわずか3年4年もう20代前半で、プロ野球のね世界を去る選手もいるんですよね。だからまあ高校生を獲得するっていうのはハイリスクハイリターンなような気もしますよね。でもね、まあ、今の中日ドラゴンズはですね、そんな高校生出身の選手がね、まあ、活躍をしていますよね。小笠原慎之介選手、そして高橋宏斗選手、まあこの2人がですね、まあ、高卒で今ね活躍をしている、まあ、選手ではないでしょうかね。野手だったら岡林勇希選手がいますよね。やっぱね、高卒選手がねこうものになった時ってね、やっぱこう見返りが大きいと私は思うんですよね。はい、ではね、そんな高校生選手を、何人指名した方がいいのかっていうとですね、まあ今年のドラフトの傾向でいうと、まあ6人から7人はね本指名があると思います。だから私はね、まあその半分の、まあ、3人は、高校生の選手を取ってほしいと思いますね。まあ理由はですね、やはり今ドラゴンズってねちょっとまあ控えの方で、選手の中堅ベテランが多くなってきて、実はほんのちょこっとだけ高齢化が進んでると思うんですよね。まあ私はですね、はい、まあ、スタメンは、若い選手多いけども、まあ、控えとかね、まあ、2軍にいる選手がちょっと、高齢化してると思うんですよね。だからまあ高校生の選手はね今年ほんの少しまあ多めに取った方がいいんじゃないかなと思うんですよね。まずピッチャーに関してはですね、まあドラフト1位で高校生の選手をね、取ってもいいと思っていますね。投手ね、でもまあその代わり1位はもう即戦力投手に行って、外れ1位で高校生だったらまあ私はありだと思いますね。まあ初っ端から、高校生の投手を取りに行くっていうのはちょっとまあ今年の、補強ポイントにずれると思っているんでね、1巡目は即戦力投手に行って、で外れの1巡目で、素材タイプの高校生投手を取るっていう戦略だったら私は大歓迎ですね。まあ、今朝丸くんとかね、東海大相模の藤田くんとか、まあ、いい投手いるんでね、まあ、高校生の投手も欲しいですよね。そして、捕手に関してはですね、難しいんですよね。過去ね、宮くんと山浅くんっていうね、高校生のキャッチャー2人取っているんですよね。だから、まあ、高校生のキャッチャーって言うよしかは、まあ、即戦力の22歳、大学社会人卒の、まあ、24歳の、まあ、即戦力捕手の方がいいんじゃないかなと思っているんですよね。で、まあ、今年の高校生だったら、まあ、箱山選手、県大高崎だったっけな、箱山選手っていう、まあ、いいキャッチャーがいるんで、まあ、獲得はしてもいいとは思うんですけどもね、でも多分、2巡目か3巡目じゃないと、箱山くんは、まあ、指名はできないと思うんですよね。そうなってくると2巡目3巡目だったら、まあ投手か外野が欲しいんでね、そうなってくると箱山くんに関してはちょっと縁がないのかなって感じがしますね。でもね、箱山くんはすごくいい選手なんで、獲得ができた球団はですね補強大成功だと思いますね。はい、まあ高校生キャッチャー取るんだったらね、ドラゴンズがまあ買い占め567のまあどっかかなと思いますね。でもまあ今年に関してはキャッチャーの指名はもしかしたらないかもしれませんね。で内野、まあ、内野に関してはですね、特に二遊間はですね、もう22歳から、24歳、3歳ぐらいまでの選手がこうたくさん集まっているんですよね。だからね、ちょっと年齢バランス的にちょっと悪いんで、まあ、高校生の内野だったら取っていいと思いますね。まあ、二遊間守れる選手、もしくは1、3塁で、ホームランが打てる選手だったら、まあ、獲得はありだと思っていますね。まあでも、取るんだったら、まあ、5、6、7の開始メジャーないですかね。まあ、上位でね、ショートの選手を取らなくても、まあいいと思いますね。ショートにも村松くんで、セカンドにはですね、田中美希也くん、あとまあ、セカンドで使いたいのは、まあ、リューク選手とかね、いるんで、で、2軍には辻本くんと津田くんもいるからね。まあ、そうなってくると、即戦力のショートはもういいかなって感じですね。高校生のショートだったら、まあ、
開始名で欲しいと思いますね。そして外野、まあ、外野に関してはですね、まあ、加藤翔平選手が、引退かな、引退表明しましたよね。で、大島洋平選手は、まだ現役続行という。でもね、やっぱちょっと外野に関してはですね、平均年齢が高いんですよね。特に控えがですね。だからそうなってくると、やはり外野で、素材タイプの高校生の、選手が欲しいって私は思うんですよね。まあ、正直言うと2人ぐらい欲しいんですよね、高校生の外野でも。ピッチャーの、補強の方が、まあ、今シーズンはやっぱ優先的になってくるんで、まあ、高校生の外野は取って1人かなって思いますね。はい、高校生の外野1人で、まあ、即戦力の外野1人取れればいいんじゃないかなって私は思っていますね。はい、まあ、候補としてはね、やっぱりもう何度も私の動画内で言ってるんですけどもね、豊川高校のモイセイエフニキータ君、これいいですね。左打ちでスラッガータイプですね。まあ、こういったね、やっぱり一発豪華なタイプの選手もね、まあ、ドラゴンを取った方がいいと思うんですね。あと、神村学園だったっけ、正林選手ね。この子もね、スラッガータイプの選手なんですよね。だからまあ、この2人のうち1人はやっぱ欲しいよね。うん。まあ、あとまあ、即戦力になっちゃうんですけども、まあ、即戦力でも欲しいんだけどね、外野。早稲田の吉野翼くんね、東邦高校で、石川隆也くんと、1個違いで、確か甲子園に出た早稲田の吉野翼くんとか、あとオイシックスのね、知念大成くんっていうね、選手もいるんですよね。まあ、オイシックスは今年から、イースタンクウェスタンの2軍で参戦をしてますね。オイシックスその、知念大成くんもすごくいい選手ですね。まあ、知念君は1、2番タイプでセンターも守るらしいんでね。まあ、ドラゴンズ欲しいよね。まあ、こんな感じですかね。はい。まあ、高校生はね、やはり例年に比べてもちょっと多めに取った方が、まあ、ドラフトのバランスが取れるんでね。多めに高校生取って欲しいよね。